今回は一酸化炭素チェッカーのご紹介です。テント内でいろんな火器を使うことがあると思います。薪ストーブ、ウッドストーブ、ポケットストーブ、石油ストーブなどが使用されます。テント内の火器使用で恐ろしいのは一酸化炭素中毒です。表は一酸化炭素濃度と影響を示しています。 30ppm 1時間以上で視覚・精神機能障害、 200ppm 2時間から4時間で強度な頭痛、 500ppm 2時間から4時間激しい頭痛、 1000ppm 2時間から3時間で痙攣を伴う失神、 2000ppm で1時間から2時間で死亡します。今回使用する一酸化炭素チェッカーはボシアンで、アマゾン価格は5900円程度です。立派なケースに入っています。一酸化炭素濃度の上限下限のアラームをセットします。低警報 50ppm にセットします。高警報 100ppm にセットします。段ボール内でろうそくを燃やし、一酸化炭素濃度を見ていきます。ビニールで完全密封させます。酸欠でろうそくが消えかけています。一酸化炭素濃度も 62ppm が限界です。今度は濃度を上げるためにろうそくを追加しました。かぶせたビニールも少し隙間を空け酸欠防止しました。
一酸化炭素チェッカーは設定した濃度で警報してくれることが確認できました。一酸化炭素の設定は低警報 30ppm、 高警報 50ppm で使用しています。テント内の火気使用は推奨されていませんが、換気をしっかり行い、一酸化炭素チェッカーで安全安心なキャンプをお楽しみください。